ユーク2階、コアーキングスペースキャンバスユーク、横浜創造都市センターは、横浜市中区に位置するクリエイティブ活動の拠点。横浜市が推進する創造都市施策の中心的役割を担う施設であり、創造界隈の拠点の一つでもある。2015年4月より特定非営利活動法人、ユークが運営を開始し、デザイナーやアーティストなど、クリエイティブ分野の人々だけでなく、 学生、主婦、子供、年配の方、地元企業や企業家など、様々な人々に開かれた施設として2015年6月30日にリニューアルをオープンした。ユーク施設内には、カフェ、ギャラリー、コアーキングスペース、イベントスペース、ファブラボ、レンタルスペースなど様々な機能が備わり、クリエイティブ分野の人々だけでなく、一般の人々も気軽に入れる施設を目指すとしている。 2014年12月に、横浜市文化観光局によって実施されたユークの運営事業者プロポーザルによって、株式会社トーンマター、オフソサイティ株式会社、デザインと株式会社、一般財団法人セゾン現代美術館の4、組織の連合体が最優秀となり、特定非営利活動法人ユークを結成。プロポーザルでは、デザイン、アートなど、 各分野で活躍する組織の集合体が最優秀となったことで話題となった。長田哲之が館長及び代表理事に、広瀬香織が長田と共同の代表理事に、伊藤昌司が理事に就任し、運営を行っている。横浜市所有の歴史的建造物である本施設を広く市民に利用してもらうという考え方のもと、レンタルスペース事業も実施している。 1929年に第一銀行横浜支店として建造。列柱を並べた半円形のバルコニーが特徴である古代ローマの建築様式トスカーナ式オーダーの建物である。2003年の移転、改築を経て2004年に横浜市が推進する歴史的建造物を活用した芸術文化創造の実験的プログラムによって再活用が開始。 2009年1月の横浜市文化創造都市クリエイティブシティ横浜の形成に向けた提言を受け2009年5月より文化芸術創造都市横浜の推進拠点として運営が開始された横浜の代表的な歴史的建造物旧第一銀行横浜本施設は2004年にバンチャート1929横浜が 都市部歴史的建造物活用事業の第一号として運営が開始され、2009年からは横浜市芸術文化振興財団が運営を行った。2015年からは横浜における新たなクリエイティブ拠点として特定非営利活動法人ユークが運営を開始。ギャラリー、カフェ、コワーキングスペース、ファブラボなどの機能を備えた複合施設となった。 ありがとうございます。